ストライクショット。こんにちは、エクサイクのラカリとベビーかけ。トリエクスです。はい、というわけで今回ご紹介するのはこちら。パンドラの獣人化でございます。弾けてる、かわいい。いや、むちゃくちゃかわいい。はい。はい、もちろんね、あのパンドラお正月バージョンもありますので、はい、そちら見ていきましょう、こちら。あらー、こちらも素敵ですね。素敵ですね。ということで今回パンドラ使っていきたいと思います。はい、それでは見ていきます。反射&ゲージバランス型マインスイーパー EL、超アンチ重力バリア、ゲージでドレイン、うん、バリア付与、友情コンボが、こちら、3方向追従型貫通弾、そして副友情がエナジーバースト6、はい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 、ストライクショットが狙った方向にいる全ての敵にパンドラボックスで攻撃、はい、こちら16ターンとプラス8ターンで打てます。パンドラボックス、災いチェンジ、はい、はー、これまたいろいろと楽しみなところありますが、はい、いや、こうね、進化の要素がかなり強い上に、まあ、バリア付与とかも入ってきてるのと、はい、友情コンボのこのね、三方向追従貫通弾、はい、なんとなくすごい気がする。もう想像ちょっとついてますがはい、はい、まあね、この SS も見てみたいところでございますが、今回、行くステージがカルマのステージで見ていきたいと思います。はい、それではとりあえずはもう3体っていくか。はい、えい、え、ちょっと待って、あ、ちょっと待ってこれいろいろやり方を全無視してる気がするな。これちょっと待って、想像より出ますね。はい、なんかちょっと当たりにいけるかな。よいしょ、当たれないか、悔しい、悔しいけど、ついよ、ま、1体でこれ。ちょっと待って、えぐいな。あ、違う、いや、一体でいい。今日殴りじゃなくて友情でこんな削れるんだこれもう、なんだ、すごいな、すごいな。3本出るってすごいんですね。こんな花火みたいですねはい、それじゃちょっとぐるんと、まあ、2体、3体いけたらいいな。はい、いやあれマジでもう殲滅っていう言葉しか出てこないぐらい。しかも出てる時間結構ずっと長いです ね。はぁ、やば。そんなんだろう、友情もさることながら、その超アンチ重力バリアとかがまあ元々あるから動き回れるし、ドレインで回復もできるし、バリア不要もできるし、となんかもう隙がないですね、もうね。兵器ですね兵器を彼女は。これは面白い。いや、マジでゆっくり出てほしいな、あいつか、また。いやー、強いわ。上下から出てる友情でこんな持っていくの強いわ。あーれ、いやいやもう本当。はい、それではちょっとカルマのステージなんで攻撃力アップしちゃってますが、ちょっとユークリがこの左の方に出ているので、はい、揺れていく。いや、あ、伸びる。いや待って、今出てきた子を倒す。やっちゃったパターンだこれ。そんなことしちゃうの？これも蘇生しないパターンだすげー強すぎて、もう伸びがすごいですね。伸びがすごいし、なんやったらもうカルマもう瀕死ですよ。はい、もうこれを。いやー、そうね、これだよ、これです。いや、もう殴りも ひどいし、友情でもどんどんやっていくし、これは面白い。ちょっと2段階目の SS 打てないもんな。はい、いやー、これはいいですね。はい、それでは1段階目のストライクショットを打っていきます。お願いします。ほい、行こう、絶望くん。ワクワクドキドキな希望の始まりだら。キュッキュー。あ、待って、全部に落ちる。全部に落ちるというか、あの、これはあの聞いたんですけど、はい、前まで一直線だったじゃないですか、はいはい、じゃなくて今回あの、そのなんていうんですか、幅広く扇形というか。だから、すごい。割とこう範囲的にやってくれるらしいので、もうこういう端っことかにいればもう全員にいけると、攻撃力ダウンをしてくれる感じですね、うんうんうん、全員やっとなったん で、あと防御ダウンと麻痺も起こるっていう感じかな、たまに。
ごいな。いや。はい、それではストライクショット二段階目。斜めにね。そうですね。打ちます。扇形に行くので。はい。はい。行こう絶望くん。ワクワクドキドキな希望の始まりだら。キュッキュー。しびれてる。しびれてるな。しびれよったな。これでもうね。あの攻撃ダウンの、あのなんていうんですか、反撃モードとかもないんで、はい、もうタコ殴り状態ですよね。あら、そんなひどい。ありがとうございます。どんどんと麻痺していただいて。はい。いや、またもう。まだ麻痺されて。もう麻痺しちゃって。あとね、攻撃ダウンと、はい、あと防御ダウンもね、してくれるんですね。はい。あと、これはごめんなさいね。これバーンですよ。すごい、エナジーバーストでドンと。いやー、ほんと楽しいですね。はい、はい、というようなストライクショットでございました。はい、というわけでパンドラの重心化使ってきました。いや、もうなんかほんと華やかになりましたね、画面がね。すごいですね、友情で、はい、友情の感じすごいやばいですね。はい、エナジーバーストロックもいいですし、あと今回お見せしてないですけど、マインスイーパー EL もお持ちなので、まあ、はい、もともと結構速さが高かったですけど、よりこうね、強いかなっていう感じでございますので、うん、ぜひ皆さん、重心化いたしましたら遊んでいただければと思います。では、バイバイ。